あなたが今見たすべてのアニメーションは私がドモ AI を使って生成したものです。ドモ AI は非常に強力なツールです。シンガポールのチームです。そしてこのツールはどうですかえー、っと、それは私たちのビデオに変換することができます。このアートスタイル、例えばこのピクセル風のように、またはこのような現在人気のあるもの。アニメ、この漫画のスタイル、どちらでも大丈夫です。だから彼はとてもすごいです。 そして、彼は今でも画像を生成することができます。そして、テキストを使用することもできます。または、画像を組み合わせて遊ぶこともできます。非常に良い。では、今日は紹介します。これは私が評価したすべてのビデオ生成 AI ツールの中で最高のものです。東南アジアの AI はどうですかそれは、えーっと、この効果は皆さんが見ることができます。その解決の難点は、実際には再描画されたことです。ああ、多くの人が直接生成しています。この種のビデオのツールは少し異なります。 それれは私たちが提供すするビデオに基づいて生成されますああ、だからこれは全く新しいコンセプトですね。まあ、私たちはそれの異なる効果を見ることができます。あなたは先ほどのように純粋に見えますが、このような日本ですね。漫画のスタイル。そしてこれはディズニーのようなスタイルですね。サンディースタイル。ピクセルのスタイル。そしてこの番、ゴッホのスタイル。それからこれを読んでください。日本のアニメですね。あこれは皆さん覚えておいてくださいね。 後期に移動すすすするるがが来たたからでで私たちはそれを指定することができますどのスタイルを使用しますかこれはファットアニメと呼ばれています。平面アニメーションですね。ああ、同じビデオ。同じになったのを見てください。平面アニメーション。このコミックスタイルはただの漫画ですね。彼の顔の端に黒い線があるのを見てください。それもかなり良いです。そしてこれはジョンスタイルと呼ばれています。まだかなり良いです。 そして私たちは見ることができます。えっ、ー、と、その効果のいくつか。はあ、いいね。では、どのように使用しますか。まず、私たちはそのディスコードに参加する必要がありますね。このボタンをもう一度クリックしてください。そして私たちのこの招待状を通過するだけです。参加した後はどうですか私たちはそのディスコードに入ります。ここにいます。そして彼らがチャットしているのを見ることができます。とてもとても、えーと、情報が乱れている。うん、えっ、ー、と、私たたちはこれができます。 まず、スラッシュを打ちます。次に、ここにいくつかのコマンドがあります。もし、あなたが初めて来たら、試してみることができます。えっ、ー、と、無料のクレジットを使用してください。ああ、これは私です。しかし、私はまだそれがあるかどうか確信が持てません。皆さん、試してみてください。えっ、ー、と、それ以外はどうですか私たちは行くことができます。これはその情報の一部を閲覧する。それはいくつかの更新です。ここにあるよ。ここにあるよ。そのアップデートには、えー、次に、独自のチャンネルを作成できます。 ミッドジャーニーに少し似ていますね。自分のこのチャンネルを新規作成してください。ここをクリックしてください。新しいチャンネルを作成するだけです。新しく作成した後はどうですか私たちはこのどものロボットを招待しにいきます。そのロボットでここにいます。このども AI ロボットはここをクリックしてください。そしてアプリを追加します。それから私たちは自分たちのチャンネルを選ぶだけです。 それを招待することができます。私たちのチャンネルに招待された後はどうですかこのチャンネルには実際に誰がいますかミジュール2があります。そして、このどももあります。彼らは私たちのチャンネルにいます。しかし、彼らはすべてロボットです。まあ、彼らと一緒に、彼と一緒に入ってからは、私たちは彼を使うことができます。このスラッシュをクリックしてください。そして、あなたはそれを見ることができます。最初のグループはどこですか常用服ですね。第2グループはどうですかただのども AI です。 それから後ろにはミッドジャーニーがありますああこれは私もミッドリップを使っているからですだからそれはすべてここにありますそしてここではどうですかそれはこのドモ AI の中にあります私たちはいくつかの情報を持っていますここでは重要な情報を説明しましょうこのツラッチュですそしてこの購読はここにありますここをクリックするとどうなりますか私たちは支払いに行くことができますここではいくつかのチャンネルがあります例えばこれ 中国ユーザーはアリペイを使用できます。インドのユーザーですね。またはロシアのユーザーは他のいくつかの方法を使用できます。そして他のクレジットカードなどで支払うこともできます。そして私たちは現在標準プランを使用しています。そしてここには基本計画があります。価格とそれについてそれは違うこれですね。機能はここに書かれています。皆さん使ってみてください。購入することができます。それを買った後はどうですか私たちは行って遊ぶことができます。まず私たちはできます。 このジェンは画像を生成することができます例えばこれは少しミジュール2に似ていますテキストを画像に生成できます 今はすでに生成されていますミッドリップとほぼ同じですこの画像とは異なりますそして私たちはそれを選択するかこれを変更することができますしたがってミジュール2をサブスクライブしたくない場合それだけを購読することができますそれから私たちはスケールアップして拡大することができます他のいくつかを行うことができます例えばこれを変更してスタイルなどを変更してくださいこれは面白いですね これが画像を生成する機能です。そして最も重要なのはアニメートですね。ここにいます。ビデオをアップロードします。画像をアップロードしてください。これは画像をアクティブにすることです。私たちは別の韓国で生成された画像をアップロードしました。それを動かすことができるかどうか見てみましょう。それからクリックした後はどうですかここにはいくつかのオプションがあります。 ここでは3秒または5秒のものを生成できます。しかし待ち時間は非常に長い。だからここではそんなに長くしないでください。そして、えー、っと、ここでは他のいくつかのオプションを選択できます。私たちは直接スタートさて、私たちのビデオはすでに生成されています。見てみましょう。この効果はまだ驚くべきものですね。この人物全体を作ることができますね。 非常に立体的な回転がありますね。そして何のズレもありません。大丈夫です。私たちは、えーっと続けてみてください。他にもいくつかの機能があります。のように、えーっと。もう一つ、最も重要なのは、どうやって私たちのビデオを一つにするかですね。アニメの効果ですね。この機能を使用するときはどうですか。私たちはこのビデオを使用する必要があります。ビデオをビデオに変えるだけです。さて、このネットワークからビデオを直接見つけましょう。 そして、私たちはキーワードの中にいます。ヒントワードに適当に書いてください。そして、エンターをクリックするだけです。えーと、キーワードは実際にはビデオ全体に影響を与えます。私たちは彼に髪の色のようなものを与えることができます。または、彼の一つがロボットであるかどうかなど、いくつかの説明があります。そして、えーと、ここではどうですかビルドベースのスタイルを選択できます。さっき公式サイトにあったよ。 私が個人的にお勧めするのは前に2つあるものです。それは第2世代バージョンのディテールアニームスタイルというものです、うん。そしてここで生成時間を選択できます。ここでは時間を節約するために5秒から5秒のものを選んでください。そしてここは私たちのヒント語に基づいているのかそれとも私たちのビデオに基づいているのかもしあなたがロボットを作りたいならヒントに近づく必要があるかもしれません。それからスタートをクリックすればいいです。 さて私たちはビルドしました効果を見てみましょうあなたは私,に私たちが調整した時間が短いので良いですねだからこの生成時間は本当に短いですしかししかし誰もがこれを見ることができる全体的なビデオ効果は非常に良いですえー、っと同時に 実際にはムーヴという更新機能があります。このムーヴではビデオと画像をアップロードできます。ビデオと画像を融合するのに役立ちます。それでは、私たちは後ろのこのチャンネルで皆さんに効果を提供しますね。このエピソードが好きなら。いいねや購読を歓迎します。また次回お会いしましょう。